はい、どうも、こんにちは、ふうごです。勤労感謝スペシャルをやっていきたいと思います。今日で最後ですんで、はい、やっていきます。クリアできるかな、ちょっと心配だなっていうのはありますけど、やっていきます。一応攻略動画見たんで、まあ、それがうまくいくといいんですけどね。大丈夫かね。 確かこの壁の量産は、やってたと思うんで。そして、猫ドラキングかな？猫ドラゴンを出していたんで。大丈夫かね？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 早く。よしよし。まあ、いい調子ではないね。ちょっと、大丈夫かな？レベルが2だからね、ちょっと僕が見たのは1なんで、ちょっとうまくいくかどうかわかんないんですけど、まあ確かに強いんですけど、よし、いけいけ、1体は倒そうぜ、1体は。一体倒した。で、バルキリーを出すと、そしたら勝てるはずなんだ。いけ、大丈夫かね、大丈夫かな。ダメだ、ダメだな。猫もでいけ、早く早く早く、やってやるね。よしよし、ギリギリだわ、ギリギリ。間一髪だわ、ほんと。あぶねえ。攻略動画通りにはいかないな、やっぱり。だいたい攻略は僕見るんですけど、だいたいがステージレベルが2な、1なんですね。まあ、だからちょっと違うっていうか、強さがまあ、元からっていうか違うから、どうしてもずれてきちゃう。壁もう一つ増やすか。じゃあ、やっぱね、ちょっと、そういうレベル2って動画を、まあ、まあまあね、まあちょっと強化足らずっていうか、それもあるんですけど。有機者石を出しとくか。あいつがゴリラが出るからな、ゴリラが。いやー、来たー、ヤンコ砲。お、生産スピードが。いけ、猫ムト。黒い敵にはこの竜騎士がやっぱり、あれですからね、一番効果てきめんですからね。今のところ僕のパーティーというか、僕の中でなんですよ。今入手している中でしたら、一番かなっていうのはありますけど。さすが黒い敵だな。寝込むと退けると、あれなんか出たっけ、バリクイかな。よーし、ハッカー猫が案外役に立つね。一応超遠距離型という、おお、来た来た。遅くなるんですよね、竜騎士の効果は。うわ、強いね、竜騎士が退いちゃうんだ。ドーン、いけ。あとなんか出たっけ。やばい、竜騎士が死んだら終わりだ。いやー、強えな、このゴリラ。切り抜け、よしよし。キリンに先陣切ってもらいましょう。早いな、相変わらず気持ち悪いほど早い。
攻撃速度が速いのはやっぱキリン猫ですからね、今のところ僕の中では。ちょっと戦力不足かなというか、ヤンコガチャはまあ引いてもいいんですけど、当たらないんですよね、なかなか。難しいね。難しいっていうか、まあ運次第なんだけど。すごいね、ニャンチケチャンスのね、すごい、見逃しちゃう始末ですからね。壁猫が多分あれかな、まあちょっと後で紹介します。一応よし、もう出てこないかな。ほんと何も出てこなくなるんだね。はい、ちょっと今回はねちょっと危なかったですね。ちょっとギリギリというかギリギリまでという追い込んでやった感じですね。はい、じゃあよし、クリアー。はい、クリア、私もやりますか。いやー、はーい。そして、猫缶プラ30ありがとうございます。よし。完璧。そしたら、ちょっとパワーアップを見てもらおうかな。パワーアップじゃねえ。猫壁がもう、猫壁何？いつも間違うね。プラス9で、ちなみに猫ドラキングにプラス11っていうか、これプラスいつまであるんだろうね。20? てか結構あるんだねっていうのは本当思いますね。猫キリンがもうちょっと育ってくれれば、はい、猫壁はもうあれですね、次の形態に移動しそう。猫ならぼっちの本当使い道というか、射程が、射程はでもないのかな、ないよね。仕事を財布ときて、まあぼちぼちですね。はい、ぼちぼちです。はい、じゃあ今回は、この辺で終わりたいと思います。はい、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。